綺麗だね。青空にまた映えるね。うん。なんだこれ。さあ、むっちゃんここは？千早風呂で有名な近江神宮でございます。おお、綺麗だね。青空にまた映えるね。うん。いやー、すごい綺麗だね、ここね。すごい、やっぱさ、青空にこのさ、朱色がすごい映えるよね。いやー。信楽焼きといえば、はい、たぬき村。やばい、超かわいいんだけど。たぬきの後ろはどうなっているのか。往復及ぶ石、へえ、そうなんだ。撫でてこいこい、幸せこいこいだって。おはようございます。おはようございます。この先に見えてるこの階段を、階段をね、登って、あの階段、そうです、うわ、はい、安土城跡見に行きましょう。マジか。うわー、すごいな。よいしょ。15年くらい前に来た。こんなね、塗装されてなかった気がするな。うわー、すごい。登っただけで。ああ。すごいね。ああ。みんなさ、この暑い日にさ、暑い中。よく来られますな。入山料700円払って、まずまで。見て、右上。ああ。なんだこれ。見て、右上、見ない方がいいよ、みたいな感じで。うわー。マジか。よいしょ。はい。頑張れ。一段が高い。暑いけどさ、今のここからさ、すごい一気に涼しい。涼しいな、確かにそうだな。一気にだよね、うん、今のところ。違うな。そうだな、涼しくなったな、急に。そっちも行けるよ。え？
だから涼しいのかな。シャガちゃん、うん、多分そろそろ、あ、そろそろ頂上付近かな。そろそろなの。どうかな。30分って書いてあったから片道。まだじゃね。まだ登るかな。わかんないけど。いよいよですな、多分。いよいよじゃないな。まだまだあるな。まだまだあるな。はあ、暑いよ。すごい暑いよ。ね、はあ。あの、なんか、そうだな。シャワー浴びてる感じ？はい。到着しました。到着しました。はい。汗だ、汗だ。はい、到着。到着。あ、いい眺めだ。いや、高いな。これ定員収穫がここで、うん、6階建て ?5 階建ての高さになると多分琵琶湖まで見えるんじゃないの。かゆい、うん、汗かゆい。虫、多分虫が刺しても汗で滑って落ちるで、つるって、うん、いやいや戻ってきましたね。やっとだ。やっとだ。いやでもすごかったね。ね、結構さ暑いけどさ、うん、観光の人いたね。うん、ちょっとむっちゃんこけたとこ面白かったな。うん、こけ、滑り落ちたね。ああ、飛んだね。飛んだね、携帯がね。びっくりしたね。さあむっちゃん、白茂神社にやってきました。はい、念願のですね、ここも、うん、ちょっと楽しみだね。うん、うん、行こう行こう。うわ、すごいな。海じゃなくて湖なんだよね、これね。ね、すごいよね。すごい迫力とボリュームだよね。うん、なんか昔ながらの、うんうん、なんだろう、懐かしい感じがするね、この雰囲気ね。そうだね。本当に湖の中に鳥居があるね。わあ、すごいな、これな。生口島神社、うん、と比べてしまったらあれかもしれないけど、でもこれはこれですごい景色だよ。ああ、いや幻想的だね。